私たちはオンライン RPG を通じて出会った交際3年年の差遠距離カップルです。このチャンネルでは日本全国47都道府県制覇を目指し旅する2人が観光名所、グルメ、宿泊施設など幅広くその魅力を紹介していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。完璧です。こんなとこ人力車で走るのも非日常だよ、道路も不思議ね。お兄さんめっちゃ速い。速いね。一幡宮。鳥居がにしみに照らされてる感じが。うん、すごくいい。いいですね。いい赤です。すごいね、山も照らされてて、戻ってきた。後半戦の方に、はい、お願いします。よろしくお願いします。後半戦キックオフです。ですね、はい。ちょっと入ると静かなんだよね。ほんと ね、 ね、おー、わー、あ、すごい、この幅通れるんだ、すごい、すごい。おお、力の入れ方が、うん、あ、ここっすね。おー、はい、ここが寿福寺っていうところ、はい、で、今、人力車初体験してます。めちゃめちゃいいです。めちゃめちゃ乗り心地いいよ。はい、ね、ちょうどありがとうございます。ちょうどね、夕方の心地いい時間帯でね、うん、なかなかこう普段見られない景色を見られてるから、はい、それだけでも乗る価値ありますね。はい、ありがとうございます。いや、本当快適です。ありがとうございます。撮影は人力車の兄さん。ありがとうございます。ゆうさんがやってます。映ってます。デスクソンゴーベンジ、臨済宗の禅寺ですね。できたのは鎌倉時代、今から800年以上昔です。すごい、すごい。で、その後に頼朝亡くなります。はい、1199年。その次の年に妻の北条政子が幕府が建てられなかったこの源氏ゆかりの場所に作らせたのがこの寿福寺です。うん、だから頼朝が亡くなった次の年に妻の北条政子が作らせたお寺。おお、なんか歴史もあるし、格式も高い。で、これから行くんですけど、はい、すごく行ってみたい。行ってみたいと思います。はい。源氏山。禅寺なので、すごい鎌倉らしい緑に囲まれた。うん。おー。鎌倉の緑が綺麗よね。お花がね、全然ないです。あ、確かに緑ですね。山が源氏山。
正面の山が源氏山。はい。素敵なお庭でございます。右と左にすごい大きい木があるんですけど、はい、これ白神の木といって鎌倉市の天然記念物に指定されております。見て分かる通りもものすごい生命力、すごい、ね、これ太いですね。すごいです。樹福寺を守ってくれてますから。はい。一体どこでしょうか。ドキドキします。ほら。いや、絶対分かんない。本当ですよ、これ。これね。はい。これね、初見だとこれ見つけられないですよ。いや、本当そうですよ。これだんだんね、小さい洞窟見えてきますよね。はい。これが櫓って言われるもの。櫓。さっきの、三浦一族の墓もあったじゃないですか。ああ、ありました。はい。あれと一緒ですね。人工的に穴掘って、はい、そこにお墓を作ってあげたっていう。へえ。この形のことをヤグラって言います。なるほど、まあ、鎌倉時代のお墓の方です。はい、ついに来ましたよ。あ、ここまで来てやっと、あ、そこにえ看板が、ほんとだ、そこにやっと。え、これは本当にわからない。わかんない、わかんない、絶対。こちらです。へえ。わあ、すごい。すごい。ここにあるんだね。それともが。あ、こちら看板が。あ、看板が消えそう。真っ暗。あ、暗い。あ、ありがとうございます。あ、すごい。ではでは、すごい、なんか夜の雰囲気もいいね。うん、クライマックス。はい、こんばんは。いきません、最後、なんかすごいポイント。見てください、ここ。おぉ、なんすかそこ、やば。ここが大正時代に、はい、三菱財閥の村敷として建てられた。へー、三菱、はい、で、その後ずっと建物を大事に使ってて、はい、最近まで古賀邸って書いてある、はい、通称バロン古賀。ほう。海外とかであのモーターレースの選手とか活躍していた方が所有してました。ほう、はい、なんで古賀邸という名前が残ってます。はい、ただ今現在はフレンチレストランですか。あ、レストラン、はい、今ディナータイムじゃないですか、まさに。おー、ランチカフェディナーってやっていて、今日昼間は結婚式で貸し切ってました。え、すごいここで結婚式、すごいということでロケーション抜群なので、はい、
まあ、普段ランチも大人気だし、今日みたいな初日祝日が結婚式の、はい、で使われてる。すごい。マックさん、はい、ここちょっと撮れるかな、最後写真撮って。押します。はい、お本当だ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に1時間半を超えてありがとうございます。本当に本当だ、めっちゃ良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いや素晴らしい。本当ありがとうございました。本当ありがとうございました。楽しかったです。めちゃめちゃ楽しかったです。良かったです。